中国政府ブーメランで笑い物に沖ノ鳥島で先日中国外務省の報道局長が中国が違法に行っている日本の沖ノ鳥島周辺の海洋調査について次のような発言をしてしまいました海洋調査の理由はとても簡単です国際海洋条約に基づけば沖ノ鳥島は 岩であり、島ではない。航海における調査であり、日本の事前許可は必要ないと主張しておりましたけども、この中国船、沖ノ鳥島の日本の排他的経済水域の中に10日ほど居座っておりますが、中国が主張するように、沖ノ鳥島が島ではないとしたら、 南シナ海はどうなってしまうんでしょうか。日本は大東亜戦争当時、南シナ海を支配下に置いており、精密に測量しておりますので、南シナ海において中国が島だと主張しているものは、国連海洋法条約に基づき、すべて暗礁化、低調工地であり、島ではない証拠を 明確な証拠を持っておりますそれに対し沖ノ鳥島は常に海面の上に出ており日本政府が施設を建設して調査活動を行っているため島として認められており領海も排他的経済水域も存在しておりますので中国政府には沖ノ鳥島が岩だというのであれば速やかに 南シナ海から撤退していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました